プロセスフローの続きをお伝えしたいと思います。前回お伝えした通り、石油精製を理解するにはまず製油所全体のプロセスフローを押さえて、詳細なプロセスフローを理解しましょう。今回は常圧蒸留棟で分けられる主な5つの流分の一般的なプロセスフローをご紹介したいと思います。この5つの流分が何の装置の原料となり、そこから何が出てくるのかを見ていきましょう。まず1つ目の LPG とそれより軽いガス流分は軽質分分流装置に入ります。この装置でプロパン、ブタンの LPG とそれより軽いガス流分に分けられます。軽いガスは製油所の自家燃料として使われます。2つ目のナフサ流分は軽質ナフサと重質ナフサに分けられます。軽質ナフサは石化用原料などに使用されます。重質ナフサは接触回数装置、リフォーマーの原料となり、主にガソリン機材やベンゼン、トルエン、キシレンの BTX が生成されます。3つ目と4つ目の灯油と軽油流分は脱流装置で処理されます。灯油流分は灯油とジェット燃料に、軽油流分は軽油となります。5つ目の重油流分は少し複雑になります。重油流分は減圧蒸留棟でさらに複数の流分に分けられます。一般的に減圧蒸留装置で分けられた軽い流分は接触分解装置 FCC の原料となり、ここでも主にガソリン機材が生成され、他にも分解反応でさまざまな生成物が得られます。また減圧蒸留棟から出る重い流分はアスファルトや C 重油の機材となります。いかがでしょうか。今後はもう少し二次装置などを紹介したいと思います。それではまた次回お楽しみに。